せんとなさるのですか。藤原に主導権を渡してはいけませんよ。私が天皇であればどちらの首も跳ねておる。先に仕掛けたのはそちらですよね。新しい都は長岡京とする。種継ぐよ。日神の川継ぐの乱、そして味方王が起こした自訴事件の鎮圧、まことに大義であった。三義としてこれからもよろしく頼む。ありがたきお言葉、より一層精進いたします。ところで長岡京への遷都はいつ頃になりそうだ。2年後の784年にはと考えております。遷都してから造営を開始する都合上、しっかり下見をしなければなりませんので。2年か。あくまでも予定にございますので、お約束はできませんが、なるべく間に合うようにいたします。よろしく頼む。では私はこれで。遷となさるのですか。おとむろ、言っていなかったか。聞いていません。すまない。藤原のおとむろは藤原の桃川の兄である義継の娘です。774年に当て親王を出産し、783年には皇后になりました。まあここ10年でいろいろ変わってお忙しいのかもしれませんけど、もう少し話してくれても良いのではないですか。そうだな、今度ゆっくり。そればっかり。そんなことはない、約束する。面白いお話期待しております。お取り込み中失礼いたします。おお、玉露殿。おとむろ、もういいか。約束ですからね。わかった。お恥ずかしいところをお見せしてしまいました。心が温まる光景に寿命が伸びました。それは良かったです。それでどうなさいました。種継ぐ殿から増宮賞を廃止した方がいいのではないかとの進言がありました。私も遷都するのであればもう平城京には必要がないと思ったのですが、一応確認のご報告に参りました。私も必要がないと思います。廃止の方向で進めてください。かしこまりました。そのように手配いたします。よろしく頼みます。ところで玉野殿、右大臣にはもう慣れましたか。魚名殿の代わりは大変にございます。慣れる頃にはもうこの世にはいないかと。先ほど寿命が伸びたとおっしゃったばかりではないですか。そうでしたな。長生きしていただかなくては困りますよ。玉露殿は私が信用する数少ない藤原の者なのですから。血の気が多いですからね、我が一族は。家同士の争いだけでもどうにかならないのですか。それは難しいかと。特に四季家と北家はこれからも激しくなると思いますよ。四季家の者が皆お主のようであればよかったのにな。役回りにございます。全員が私のようであればとっくの昔に潰れております。そんなもんですかね。桓武天皇様、藤原に主導権を渡してはいけませんよ。あくまでも政治の中心は皇族です。所詮藤原は一貴族にしか過ぎませんから。ご忠告感謝いたします。藤原の玉露は藤原式家の祖、藤原の馬飼いの五男で、桃川の兄にあたる人物です。藤原氏には珍しく腰が低く謙虚で、人と争うようなことがなかったと伝わっています。782年の藤原の魚名失脚に伴い、右大臣になりましたが、翌年の783年には亡くなってしまいました。享年62。種継ぐよ。長岡の視察、よろしく頼むぞ。お任せください。都に一番適した場所を探してまいります。藤原の小黒丸や坂の上の狩玉露も連れて行ってくれ。それは何故ですか。あの者らは新しい都において必要な人材、意見を聞いておいて損はないと思う。かしこまりました。では行ってまいります。よろしく頼む。種継ぐ殿、この辺りはいかがでしょうか。良い場所だ。しかし桓武天皇は寛大なお方であるな。
謀反を起こした者の意見を聞いてくださるとは。確かに寛大なお方だ。4000の賊に対して70の首しか持ち帰れなかった役立たずの意見も聞いてくださるんですから、それは誰のことですかな。先に仕掛けたのはそちらですよね。もうやめぬか。どっちもどっちだ。私が天皇であればどちらの首も跳ねておる。種継殿が天皇じゃなくてよかったです。その拾った命で少しでも桓武天皇のために働け。了解。種継殿、一つ気がかりなことがございます。なんだ。川が多すぎるような気がいたします。氾濫の心配か。さようにございます。しかし今後のことを考えると運搬に便利な場所が良いですよね。恵比氏の討伐で何かと物資は必要ですから。そうだな。その辺も含めて桓武天皇に相談するとしよう。784年に藤原の種継は長岡京の増宮氏に任命され、事実上遷都の最高責任者となりました。下見をした結果、山城の国お得に軍の長岡が一番適しているという結論に至りました。問題点は何かあるか。河川が多いという点が浮上しました。何が問題なんだ。河川の氾濫による洪水です。都の中心まで川が流れているので甚大な被害が出る可能性があると。ここ数年でそのような被害は確認されておりません。種継ぐよ、洪水の被害と運搬の利益を天秤にかけた場合、長岡の地は適していると思うか。圧倒的に利益の方が勝るかと存じます。そうか。お主が言うのであれば問題はないな。新しい都は長岡京とする。長岡京とは平城京から北へ40キロ、現在の京都府にあった都です。784年に平城京から遷都されて、794年に平安京に遷都されるまで機能していました。この長岡京の遷都をもって奈良時代が終わったという説もあります。さて次回の百花繚乱歴史伝は、長岡京造営の途中で起きた事件、藤原の種継ぐ暗殺事件にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。